おはようございます、ケンです。今日もテスラの最新ニュースをお届けしていきます。その前に、今 SISOLAR さんと一緒に太陽光や蓄電池に関する YouTube をやっていますが、そちらで新しく動画を公開しました。テーマは 温暖化は本当に止められるのかという内容になっています。ぜひそちらもご覧になってください。概要欄にリンクを掲載しておきます。さて、今日のね、結論から先にお伝えしておきます。今、テスラは世界の3つの地域で全く違う次元の戦略を同時に動かしています。欧州では FST が社会窒装に向けて大きく動き始め、インドでは販売が伸びない中でも巨大な投資を進めています。そして、サイバーキャブ、 あの2人乗りのロボタクシーの戦略が。 ウェイモの実データによって正しさを証明しつつあります。これらを俯瞰すると、テスラが単なる自動車メーカーではなく、地域ごとに異なる未来戦略を組み立てているっていうのが見えてくるんじゃないかなと思います。では、まずは背景を簡単に整理していきます。今回取り上げるニュースは大きく4つです。1つ目は、欧州でテスラが FST スーパーバイズといわゆる監視付きの FST の同乗体験を開始したということ。対象は イタリア、フランス、ドイツ、この3カ国です。 これは正式な FST の販売の前にユーザー等規制当局へ生の体験を提供する試みで欧州進出に向けた非常に重要なフェーズですそして二つ目は同じ欧州のスウェーデンでナッカっていう自治体が FST の行動テストを承認したということですここでは政治的な対立が起きていて完全な支持ではありませんでしたそれでも欧州の厳しい規制環境を考えると FST のテスト承認は 大きな一歩です。そして三つ目はインドの話です。テスラは今年インドでモデル Y の販売を開始しましたが、販売台数はここ数ヶ月でわずか100台ほど。数字だけ見ると厳しい状況です。しかし同時に北インド最大級のオールインワン型のテスラセンターをぐるぐらむに開設しました。この施設では市場、購入、納車、 アフターサービス、そして V4 のスーパーチャージャーによる充電まで全てが完結します。販売が伸びない中で、 この投資を行うという点が非常に興味深いポイントです。そして4つ目はサイバーキャブの話です。ウェーモが公開した乗車データによると、ロボタクシーの乗車の約90%が2人以下、1人乗りが7割以上、2人乗りが15%、つまり多数乗車のタクシーを作る必要はないという実需データが証明されました。 この数字はテスラがサイバーキャブを二人乗り専用にした狙いを裏付けています。では、ここからは僕の分析に入ります。まず、欧州の FST です。欧州は世界で最も自動運転に厳しい地域と言われています。なぜかというと、自動車産業が政治や産業構造と深く結びついていて、規制当局の影響力が非常に強いからです。テスラが北米のように一気に機能を開放することは、 欧州ではまず不可能です。そこで同情体験というワンクッションを置く戦略を選びました。これは単なるマーケティングではありません。体験してもらうことで理解してもらうという欧州文化に合わせたアプローチです。そしてスウェーデンの中でのテスト承認も同じ流れの一部です。労働組合との対立が議論の材料とされてしまったため、決定はスムーズではありませんでした。 ただ、政治議論が起きるということ自体が FST が社会的な議題として扱われ始めた証拠でもあります。この社会的議論は時間がかかる反面、一度進むと強いデバレッジになる傾向があります。次にインドの件です。販売が伸びていないのになぜ大規模なテスラセンターを作るのか。 普通のメーカーなら、まず販売台数を見て拠点を増やすかどうかを判断します。しかしテスラは逆です。市場が育つ前に基盤を作るというやり方をとっています。これは中国市場での成功パターンと同じです。初期は販売が小さくてもインフラとブランドを先に作ることで後から大きなシェアを取ることができます。インドは将来的に世界最大の EV 市場になる可能性があります。 理由は3つあります。人口が増え続けていること、都市化が急速に進んでいること、そして電力事情の改善が加速していることです。一方で、現時点のテスラ社は、インド人の平均所得から見ると明らかに高すぎます。そのギャップを埋めるには時間が必要です。つまり、今の販売台数が少ないからといって、悲観するのは早いということにもなります。そして3つ目は、サプライチェーンの話です。最近一部メディアが、 テスラが中国サプライヤーを切り始めていると報じましたが、テスラはこれを否定しました。選定基準は国籍ではなく品質とコストと供給の安定性だと説明しています。ここでポイントなのは、テスラが地域ごとにサプライチェーンの最適化を進めているという点です。アメリカ向けのライン、中国と欧州向けのライン、 こうした2系統を使い分けることで、政治リスクと供給リスクを同時に減らしています。最後にサイバーキャブです。これはもともとサイバーキャブが発表された時に、多くの人はタクシーに乗る際に、1人もしくは2人のケースが多いというので、2人乗りのモデルにしているっていうのがありました。それが今回実際にウェイモのデータからも明らかになったということになります。現実のロボタクシー需要の9割が1人か2人、つまり4人乗りや 6人乗りの車両は明らかにオーバースペックなんです。2人乗りに絞れば車体は小さくコストは下がり稼働は増え、 維持費も下がりますテスラはこの最適解を先に読んで動いたというわけになりますそしてもしファミリーで使う場合だったらモデル Y のロボタクシーを使えば問題もないということになりますねではこれらの情報が示す未来これはどうなっていくのかまず欧州の f s d ですが僕は2026年から2027年にかけて一部の国や都市で限定導入が始まると見ています完全自動運転ではなく地域限定の 部分的なロールアウトですしかし、欧州での FST の承認は株価に非常に大きなインパクトを持つので注目すべきポイントです。インドについては短期ではなく長期の投資と捉えるべきです。インフラとブランドを先に作るというのは中国成功の再現です。そしてスーパーチャージャーにおいても同様のことが言えると思います。 5年10年というスパンで市場全体が EV 化した時にどのメーカーが勝つのかその未来のシェアをテスラは今から取りに行っていますサプライチェーンは今後ますます地域分割が進むはずです政治リスクを考えるとこれは 必然です。テスラはその中でも、どの市場でも戦える多層的な供給網を作りつつあり、これは非常に強い戦略だと思います。そしてサイバーキャブ。これはテスラの未来の収益モデルの中心になります。もし本当に2人乗りのロボタクシーが標準化されれば、テスラは世界で最も低コストで、最も高稼働率のモビリティネットワークを構築することができます。これは自動車産業ではなく、AI とインフラのビジネスです。僕はサイバーキャブが テスラの歴史を変える可能性があると考えています。 今日お話ししたようにテスラの動きは表面だけ見るとバラバラのように見えますが実はすべて未来につながっています欧州では FSD の信頼と社会需要性インドでは基盤づくりと長期投資中国では供給網の安定化そしてサイバーキャブでは世界規模の移動インフラの構築これらはすべて一歩の線でつながったテスラの世界戦略ですではそういったことを踏まえて皆さんに聞いてみたいと思います 今、テスラが最も力を入れるべき地域はどこだと思いますか欧州の FSD なのか、インドの巨大市場なのか、中国の供給網なのか、それともサイバーキャブの 世界展開でしょうかぜひコメントで意見を聞かせていただければと思います。はい。では最後にテスラの株価をチェックしておきましょう。本日は上昇し、現在429ドルとなっております。はい。では本日の内容は以上です。今回の動画が参考になったと思われたら、高評価をよろしくお願いします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえば、テスラの情報はほとんど網羅すると思いますので、チャンネル登録がまだな方は、チャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。では今日もご視聴していただき ありがとうございますジェスラのある生活を楽しんでいきましょうではまた推信ですさて僕自身ちょうど1年前にオンラインサロンブレイクを立ち上げましたそこでの活動を今年してきましたが参加された方の人生は今大きく大きく動いていると思いますと言っても僕の感想なんかでは信憑性もないのでサロンのメンバーの方にコメントをもらいましたので紹介します けんさん、オンラインサロン1周年おめでとうございます。私も初期の頃から参加させていただいており、毎回のサロンで皆さんと交わす会話をとても楽しみにしております。物事の考え方というものは、同じ価値観の人同士で話していれば心地よく、自己満足も得られるものです。しかし一方で、心地よさだけでは成長につながらないとも感じています。けんさんのサロンでは、様々な立場や価値観の方々が自由に意見を交わし、 いろいろな角度から物事を見ることができる場となっており毎回新たな発見がありますその中で自分自身のポテンシャルを高めるきっかけにもなっていると実感していますまた私は人前で話すことが好きでつい話しすぎてしまうところがあるのですがこのサロンでは皆さんの話をしっかり聞くといういい学びにもなっています新規サロン生募集についてのご意見も出ておりましたが近年は多数のサブスクに加入している方も多くササロンのサブスク費用 が参加のネックとなる可能性もあると感じます。 そのためゲートウェイとして2ヶ月限定50%オフなどの施策を試してみるのはいかがでしょうか定価を恒久的に避けてしまうと望まない層の参加にも繋がる恐れもありますのであくまで期間限定で価格を下げ終了後は元の価格に戻すという形が望ましいと思いますより多くの前向きでポジティブな方々が参加してくれればサロンはさらに面白くなると感じております取り組めのない羅列となってしまい失礼いたしましたまたサロンでお話しできるのを楽しみに しておりますではまたということでありがとうございます。このコメントにもあるアドバイス使わせていただきたいと思います。今月いっぱいまで募集したいと思いますけれども、参加された方に限り、12月と1月のサロンの値段を半額の2500円にさせていただきます。12月は東京でオフ会もしますので、ぜひ気になる方は一緒にやっていきましょう。多分、普通に人生は変わると思います。 このコメントをくださった方は多分それを実感されていると思います。今はサロンを通じてある事業を開始してガンガン動いていらっしゃいます。これからの人生、たった一度の人生なんです。このままでいいのか、もっと違う人生を歩んでみたい。そう思われる方向けのサロンですので、そう思う方はぜひ僕と一緒に人生を変えていきましょう。今月いっぱい募集したいと思います。はい、では本日も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。